オドロンジーから力を貸して剣を終わりに近オドロンジーよオドロンジーよ俺の力をいよいよ来ました。ここの難易度に来たよ。いよいよレジェンドクエスト6、勝機はあるのかって言ったら、正直言います、普通ないです。いけおっさん、腕組んどる、ついよ、腕組んどるおっさん。そして DQ、 このレジェンドクエスト6、史上最強の、正直モンバト界最強じゃないかな、多分なんだけど、モンバト界最強じゃないかな。ねえ、本当に待ってくんない？本当に待てって。痛くなってるわ、もう。音、相手の攻撃、ちょっと待てって。俺の苦労を無駄にしてここでやろう。俺の苦労全然な。あのさ、あのさ、あのさ、さあ、赤メドリアム、いよいよ来ます。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これビッグマッシュも足りないの？うん、こうな、いってーで、よし、おと、相手の攻撃に絶技です。ちょっと待ってって、ちょっと待たない。いや、そこそこだ。これ5ターン目か。やるとこんな感じ。ああ、俺の苦労全然な。俺を無に返す最強のマジ。あ、ですよね。おお、素振りのポーション飲めます。ああ、お前一体誰推しだ。ごめん。あれ？今借金が。なんで？はい、よかったね。死のう。おお。な？借金。うん。ね。無理です。ありがとう、ありがとう、ありがとう。こぶし。次回からなんでも。その気分を叩き潰す。まさら言う。ゲージダメ。後半になるにつれて負けが多いんじゃないですか。負けが一番辛い。カープ、何今まで。特定。ですよね。変えたよな、俺。まあ、こういうことだね。気が入るよ。さあ、頑張ってくるわ。痛い痛い。ランペル、来てくれ。オドロンジーンからランベル呼んできて、もう今オドロンジーン。あの人もこういう動画見ないかな。チャオって。チャオじゃねえよ、オドロンジーン。魔女人たちに扱われとんのかな。今でも魔女人たちの名刺気にしながら、ランペル今日の刺激はどうだいってなってんのかな。ランペル呼ぶな。そういう回で勝ったらどうすんだ。そうそう、なんかこういうふざけた話してる時に勝っちゃうんですよ。そういう時これが切り抜き上がるんですよ。脱走ステップなんて夏見ステップですよ。どんな歴史が生まれるんでしょうかね。ラストペル。ブッブー、僕はそんな名前じゃありません。僕はそんな名前じゃありません。ビビアン連れてちょっと潜ってください。さっきのつばぜりができるな、大丈夫だ。いや、さっきのつばぜりを何回噂をすれば。噂をすればね、噂をすればありますよ、これ。この回あります。この回もありますね。
まあそれはもう概要が違うからね。その3体はもう概要違うよねっていう話になっちゃうから何とも言えないけど、それ確率っていうかもうそれはもうゲームが違うかな。ほらそういうふざけたこと言うから 3% の外しね、外れただよ。 3% の外しだよ。 3% の外しだよ。今の 3% の外しです。わかりましたか。今の剣の舞っていうのは 3% の外しを引いたくなります。 3% 引きました。まさか嫌な予感がしてきたわ俺は。ああ、理想行動ですね。なんか今のさ素振りなければ勝ってたじゃんって。それをできる、その 15% を引くんだったらなぜ 3% を引いた。その 15% を引くならなぜ 3% を引いたんだい。ランペル、オドロンジーから力を貸して剣を終わりに近づけ。オドロンジーよ、オドロンジーよ、俺の力を、オドロンジー、オドロンジー、ランペルチャオ、キャッハ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 ッ、いけオドロンジー。よしよしよし、ランペル、ランペルがいってあの痛いっす。もうちょっともうこれ以上きつく、これ以上やらさない、これ以上ちょっときついな。爪はずっと爪やってんもんね、開幕から。バケツ、よし、ここで会心出たら一気に乗れる波に。ホイミン今日調子いい、ホイミンの調子はいいんだ、いい、割といいんだ、割といいんだ。ダメージも大丈夫だ、ただ俺の爪がもうきつい。これ以上爪がまだ、マジで今日めっちゃ寒いのに汗かいてきてもオタクが汗かいてるやつだよいつも。みんなまーず、これは最悪のパターンあるな。待って、これ最悪のパターンありますね。次絶技します。これって今までもノーダメージでも次絶技で死ぬんですね。まあそれはもう 50% 引くしかないです。おー、え、お、あ、え、え、ランペルよ、ランペル、オドロンジーンの神よ、俺に力をくれ、頼む、オドロンジーンの力、オドロンジーン、ランペルよ、俺に力、頼む、ランペル、多分こう、うわ、方向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 、ひるまなければ OK、ひるまなければ OK やぞ、本当に。あ、ひるむなよ、ひるんだらダメだよ、オドロンジーンの力、ランペルの力、オドロンジン来るか、ランペル来るか、来るのか、これ来たんじゃない。だってあと生きるぞ、これは、これもいけるんじゃないか、本当にランペル、オレンジかな、オドロンジン、ペーパーマリオ RPG、 オドロンジン、頼む、いけいけ、これ当たれば勝ち、本当に勝ち、落ち着いて、いつものように深呼吸して SP をちゃんと選んで、 SP をちゃんと選べ、ゆっくりでいいっす。いやランペルよ、やっぱりランペルだ。おい、ランペルの話を聞いちゃう。ランペル信じれんのはオドロンジーンです。これからオドロンジーン、背景オドロンジーンにしようかな。ねえ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 、はい、これから背景オドロンジーンにしない。俺が勝つときは常に変な話が入る。心臓魔のときも夏美ステップ、有名な話ですよ。モンバトレはランペルですか。ランペルって最強なんだな、やっぱ信じるべきはランペル。推しのようにランペル、わかりますか、モンバトルって史上最強の存在、それがランペル、チャオ。行きましょう、最後はランペルのご挨拶で締めたいと思います。チャオ。やったー、やった、嘘だよ、本当に嘘にしか聞こえないよ。こんなの嘘にしか聞こえない。
最高最高。心臓マモンマス DLC 一匹、光の玉なし、一人プレイ心臓マと同等の難易度同等だわ、よかったね、同等で済んだよ。しかも今年中に終わるなんて。いけたよランペル、ランペル見てる？いけたよ俺。もうウェブカメラに手振って、もう今ウェブカメラの電源つけてねえよ。